こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、転売アカデミー Amazon 輸出サポートなら稼げるわけ。これについてお話します。まず、初心者の方でも稼げるようにですね、本当に一から教えてます。チャットワークというもの、あとサポートにはですね、スカイプ、チャットワーク、これを使ってるんですけど、チャットワークの使い方、スカイプの使い方、これをメール、あるいはメールがスムーズに進まない方、チャットワークがスムーズに進まない方は、電話まで使ってサポートしています。まずサポートの方法を確立して、次にもうアカウントの作り方からですね、どんなお店が近くにありますかとか、今までのね、経験を聞いて、こういうもんなら、知識があるんじゃないでしょうか。そういうのを見つけて、個別にサポートしています。個別のサポートですから、よその塾によくあるような、これぐらい自分で調べてくださいよとかいうことは全くないです。本当にわかんないことを何でも聞いてくださいと。あるいは何がわかんないのかわかんない方もいらっしゃるんで、そういう場合はうまくいってないと、ただうまくいってないという報告さえいただければ何をやってるのかお聞きして、サポートしてます。そんなわけで連絡さえ絶やさずにやっていただければ、3ヶ月後には無理なく月10万円稼げるようになります。また、何を扱うか、どう扱うか。これがね、Amazon 輸出の場合非常に重要です。他の eBay とかね、あるいはヤフオクなんかだと、そもそも売って入金確認して発送という作業が面倒なんで、例えば副業でやる方が月100個とかね、200個送るってことはまあ、かなり大変です。逆に言うと、かなり大変だから頑張りさえすれば稼げるというのがヤフオクとか eBay なんですけど、アマゾンの場合、100個200個売るのはわけないんでですね。だから、頑張る以外の、その商品探しとか、アマゾンのシステムを分かって、正しく、アマゾン輸出に取り組むということが必要になってきます。これはもう、システムも変わりますんで、会員さんをね、私がサポートさせていただいていて、システムがどうも変わったな、という時はね、仮説を上げて、検証して、それで正しいノウハウを、サポートして、稼げるようにしていると。これはね、システムがどういうものか、Amazon がどういう考えで、出品者にやってほしいのか、あるいは転売で儲かる商品とはどういうことか、どういうものか、それが全部分かってるね、私がサポートしてるから成り立ってる、サポートです。これちょっとね、よそ様の塾とか、スクールなんかのね、アルバイトの、サポーターだと、まず無理だと思います。そんなわけで、個別指導、初心者でもサポート、しっかりしていると。そして私が直接サポートしているという、まあ、それらのね、結果、この3ヶ月で5375ドル、あるいは5020ドル、あるいは45日でね、7764ドルとか、はたまたすごい方だと3ヶ月で22459ドル。これを全部、全くの、転売未経験者、転売を始めたのはね、Amazon 輸出始めたのは転売アカデミーに入ってからというような方が達成されています。ここまでのサポートをしているのはですね、転売アカデミー以外にはありません。インターネットで稼ぎたいけど何をやってはいいかわかんないと。輸出が良さそうだけどね、どうやっていいかわかんない。どこのサポートを受けたらいいかわかんないという方は、転売アカデミーの私のサポートを受けることをお勧めします。今なら商品選びを覚えた頃にですね、ホリデーシーズン突入しますんで、1年のうちで最も稼ぎやすいホリデーシーズンに、がっつり稼ぐことができます。